横田城は長野県長野市横田にあった日本の城。追記時期は平安時代末と伝えられる。溶和元年に木曽吉中の旗揚げを鎮圧するため越後から圧倒的な大軍を率いて城主が入城したとされている。しかし、貨幣の木曽側の奇策によって敗走したとされている。ここ横田河原の戦いで勢いを得たことによって基礎法は栗から峠の戦いにおける 大将の足がかりを得ることとなった。応永七年品の守護、小笠原長秀が大東合戦で根拠地とした。室町幕府の命によって品の国の守護として乗り込んだ小笠原氏に対して黒人領主の村上氏が豪祖。井上氏や高梨氏、雲野氏、西梨等大文字一機もが抵抗した。この鎮圧のため守護方は、善光寺から 横田城に押し出したものの圧倒的多数の敵に包囲された。このため横田城を捨てて、味方の塩崎城に合流して、体制の立て直しを図ろうとやいんひそかに移動。しかし途中で発見分断されて、長秀ら150機余りはかろうじて、塩崎城に逃げ延びている。しかし逃げ遅れた300機余りは、途中の王道の古城に逃げ込んだ。だが、 兵糧も武器の備えも不十分なまま20日を超える老城は乗っていた馬を殺して血をすすり生肉を食う生産なものであったと伝えられる。しかし救援は叶わず王党の老城軍は撃って出て全滅した。守護方は遠赤関係にあった大石の中立ちでは僕して問え逃げ帰ることとなった。なお12年に及び5度も繰り返されたとされる。 高越両軍による川中島の戦いはこの周辺で行われた。しかし、天宮の私の対岸にあって、両軍が通過せぬはずのない重要な位置にある、この城に関して、紅葉軍艦は何の記述もない。ただし武田信玄に切りかかった、上杉謙信と見られた武将に対して、槍を繰り出して、主君の気球を救った、との伝説にある玄王住み守虎基地がこの城に、 こもったと伝えられている。近くの地蔵寺には、この元号墨はモルのものと伝えられる墓がある。現在は、フルードの稲荷社のあたりに、ドルヤートが残る。かつては、丸馬出し等の高州流追記術の特徴を示す、遺構が南側にあったと伝えられる。このことから定説とはなっているが、横田河原の合戦や大東合戦の頃の上地は、 現在の横田城跡を否定する向きもあって、そこよりは2キロほど南で千曲川岸に近い、自然堤防城に位置する横田鳥で跡と伝えられている、現在の観音寺のあたりとする説がある。ありがとうございます。